から内閣委委員員会会を開いいいたたししまますすの異動についてご報告いたします昨日までに渡辺武之君、牧山宏恵さん、西田誠君および野上幸太郎君が委員を辞任され、その補欠として石井純一君、福島瑞穂さん、竹谷敏子さんおよび中西祐介君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他の国の重要な施設等、外国公館等、および原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房小型無人機等対策,、えー、対策推進室審議官、小方よ美君ほか11名を、 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他の国の重要な施設等、外国公館等、および原子力事業所の,周辺,施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言をお願いします。和田